おはようございます。いやまたまた暑いの暑くないのってもうどっちなのよって、暑いです。はい、ということでね、本日は20円のね、そば、あのズルズルってやつね、ザルそば的なやつね、あのそばを使ってスタミナつけそば、いや、冷やしつけ麺的な、感じのやつを作っていこうじゃねえかっていうことになりました。はい、それでは早速やっていきますね。ネギ見えてるけど、これ薬味ね。じゃあネギをね、切ってまいりましょうか。石橋板橋スタートです。はい、それではね、薬味なんで好きなだけね、石橋板橋ですね。はい、切っていきましょう。石橋板橋809と、でけんじゃねこれ、薬味なのこれみたいにね、ガシャつながっちゃってるしみたいな。はい、そんなことは気にしちゃいませんね。料理はハートです。はい、そうしたらね、次の段階に移ります。はい、お次はスタミナってことでね、ラニですね、ざっと洗ったラニ、これも好きなだけね、ガッツリなどね、ご用意ください。はい、これもね、別容器かなんかに入れておいて、次はね、そばつゆの作り方ですね、やっていきたいと思います。はい、それではですね、早速薬局ビシバシ板橋ですね、そばつゆの方ですね、作ってまいりましょう。はい、今日はね、このお酒用のおちょうきですね、おちょこ使っていきたいと思います。はい、まず砂糖ですね。まあ最初砂糖でなってもいいんだけど、なんていうんですか、このおちょこがね、最初砂糖使わないと後でめんどくさいことになるんで、砂糖です。はい、砂糖おちょこにね、すり切れ1もうちょいですかね。はい、すり切れ1入りました。ガッツリーの時とね。はい、そうしたら次はね、お出汁です。黄金出汁ね、黄金出汁を3です。はい、1 2 3ですね。はい、3入りました。そしたらお醤油が2ね、お醤油が1 2。はい、そしてラスティーホクマンですね。はい、調味料ラスティーホクマンです。みりんが1とね。はい、要するに、だしが3、醤油が2、みりん、砂糖1、1、1、1ですね。ワンちゃん来ちゃったかい、ワン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 ってことね。はい、それではですね、この後ニンニク、生姜ですね、これを入れてね、いきたいと思います。もし黄金だしない場合はですね、水にね、顆粒だし、本だしなりね、あこだしなりね、入れて作ってください。黄金だしある方は黄金だしね、作ってください。黄金だしの作り方はね、下の概要欄に貼っ付けておきますよ。それではガッツリーのつけとね、やってまいりましょう。ここでね、スタミナっちゅうことで、スタミナっちゃニンニキニキニキでしょってね。はい、すりおろしニンニクね、はい、チューブでもいいですよ。はい、バンバンババンバンチューティーですね。はい、一かけ分です。プラスおろし生姜ね、ニンニクと同じくらい入れちゃってください。ガンガンガガンガッツリーのつけですね。はい、バンバンババンバンチューティーと。はい、これでね、そばつゆの完成なんですが、一回ね、火を入れてみりんのアルコールを飛ばすような感じ、そして、この生生姜、生ニンニク入ってるんで、これをまろやかにするような感じでね、火にかけていきたいと思います。それではね、バービーコーナーの方へゴーしましょう。はい、はい、ただいまですね、バービーコーナーの方にやってまいりました。展開一発ですね。はい、そばつゆですね。おー、僕さ、火つきましたね。で、これ一回ブクブクっとね、一煮立たちしたらね、完成なんですが、その前にですね、ちょっと一つ入れたいものがあるんですよ。ちょっと待ってください。はい、こいつですね、豚バラにスライスですね。まあ薄いやつで結構です。お前聞いてねえよって、だって言ってないもん、しょうがないじゃんみたいなね。はい、これをね、しゃぶしゃぶの要領でね、薄いんでこう剥がしてペロロイカとね、ペロロイカとやってください。まあ豚肉好きじゃねえよって方は牛肉でもいいしね、こう、まあ、何しろスタミナっつったらね、この豚肉のね、ビタミン B ですよ。ビタミン B 関係4枚ぐらい入れちゃう、奮発してこれ、5枚入っちゃったから5枚ね、まあ、要するにお前肉食いてだけだろうみたいなね、感じがしないでもないですが、まあおっしゃる通り、その通りなんですね。はい、やっぱね、この熱ね、熱冷まし、あ、熱冷まし熱中症予防的なね、なんちゅうて、この厨房今ね、これ40度ぐらいあるんですよ、火使うとね。それでバテないためにも普段からね、でニンニクとか
ね、豚肉ね、食べておきましょう、ニラとかね、はい、こんな感じで、豚肉にね完全に火が通るのを待ちましょう。今ね向こうでじゃんじゃがじゃんじゃんじゃん見えるかな、はい、あっちの鍋ね今沸騰させて、20円のそばですね、ゆでそばね、これ1分ぐらい茹でてね、氷で締めていきたいと思います。はい、それではね、ぶっくんがっつんくるのを待ちましょう、はい、ということでね、1分ぐらいですね、はい、もうよろしいでしょう。ここでね豚肉のアクが出た場合はね、軽くすくってあげてくださいね。豚肉に完全が火通って、みりんのアルコールが飛んで、にんにくと生姜ね、これがまろみが出たんじゃないかと思われます。はい、そうしたらね、ここでこれ火止まってます、余熱にこうですね、はい、余熱にラーニ出す。はい、これ最初から入れちゃうともうヘナヘナ真っ黒みたいになっちゃうんだね、これ余熱でね。はい、そうしたら今日は冷やしってことなんで、これどっかに放置するかね、氷水でねささっとね、冷やしてしまいましょう。氷水冷やす場合は下にでかいボウル置いて氷入れて、その上にこれ置く、ここに氷入れたら薄まっちゃうからね。はい、それではね次そばの方を茹でてまいりましょう、ということでね、今お湯の方ですね、はい、これが沸騰したんでね、煮汁のそばですね、はい、これをぶち込んでいきましょう。じゃんじゃがじゃんじゃんじゃんね、はい、入りました。だいたい1分から1分30秒ですね。裏書きに書いてあるんで、別に乾麺でもいいです。ね、生麺でもいいです。生麺の場合は粉々が結構ね、困っちゃうんでね、よろしくお願いいたしますよ。はい、それではね、1分ぐらい茹でてまいりましょう。はい、1分経過したんでね、そばね、氷水で一気に締めて、キュンとね、冷たくしてまいります。はい、それではバーソーですね。はい、バーソーガッツリヌバーツガッ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 ツはい、氷ガッツリーノスケですよ、これ入れて、お水をジャンジャンジャジャンジャッジャッジャッ言いますね、ジャンジャンジャジャンジャッジャッで、熱量ーあー、頑張ってくれはい、いい感じでね、締まりましたね。あとはこの氷を捨てていただいて、盛り付けて完成となります。調理お疲れ様でございます。はい、ただいまですね、テーブルの方にスタミナ冷やしそばですね、持ってまいりました。薬味&わさびはね、これお好みでお願いします。まあ、七味一味でもね、全然美味しいです。ね、こう入れていただいて、チュンチュンチュチュンチュッチュリーノスケですね。はい、それではね、ちょっと薬味はね、ちょっと入れさせていただきました。それではいただきましょう。これですよ。これ豚ニッキーですよ、これ。ね、いただきます。うん、うまっ。うん、うん、うん、うん。このタレを冷ますことで肉に味が染みるんだよね。うん、うん、もう最高。もう最後に刻み海苔ね、そうしたらしていただきました。うん、うまいな。スタミナつかないわけないでしょこれ。ね、よし。うん、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 マジうまい。もう最高よこれ。もうたまらんのね。うん、具だけ。うん、一気食いだね。やっぱ夏はこの冷え冷えのお蕎麦っつうの、うん、うん、最高ですよ。うん、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 これだもの。うん、うん、まじまうん、最高っすね。うん、いや、なんかさ、こんだけ暑い日がずっと、なんか今日なんか食べてるもんねんだよなとかね、何食おうかなみたいなね、うん、まあ私はあんまそういうことないですけど、うん、なんかお母さんとかね、あのお料理作ってくる人は、今日何食べたいってね、何食いてもそれ失礼だからね、うん、そういう時は、まかない道場の冷やしつけそばお願いしますって言ってやってくださいね、動画見せてください、はい。はい、ということで本日の最後まで新しいまかない道場をご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、そば、冷やしそば、うん、これを作りながらですね、スタミナスタミナスタミナね、うん、スタミナ冷やしそばの作り方ね、これぶっかけにしましたけどね、そばつゆ別容器に入れてね、こういう薬味添えていただいてもね、結構じゃないかと思われます。はい、そう思っていいな。はい、そして皆様にね、一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。
いや本当にこの夏ぴったりのね、ズルズル一気食い麺なんでね、ぜひお試しください。それでは失礼いたします。またお会いしましょう。じゃあね、冷やしつけ麺、冷やしそば、最高だから。